今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。ここから高知行きますから、何時間ぐらいですかね。高知だったら2時間ぐらい。そうですね、そんなもん。しかし俺はいい男だわあーいい男、あーいい男やなじゃ行きましょう。はいね。うわ綺麗じゃんこの絵。マジかよ、俺これ見れんかったんか。さあというわけで高知の美桃園さんにお邪魔しております。飲み物をねちょっと補充させていただこうかなと思っておりますから、行きましょう。あ、こちらから東京から。東京ですか。はい。わー、すごい。ありがとうございます。このほうじ茶最高。ありがとうございます。いえ、すみません、引き続きよろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。じゃあ、行くか。高知編スタート。さあ、というわけでセブンデイズホテルプラスさんで今日宿泊させていただきますと。ありがとうございます。え、かわいい。すみません、今日泊まらせていただく岸洋介と申します。はい、ありがとうございます。おしゃれだね。ねえ、ほい。おー、こりゃいいや。こりゃいいよね。おー、すげえ。はい、こりゃいいや。こりゃいいや。おしゃ。え、ちょっと、うわっ、おしゃ、こりゃいいや。今日は高知に来たということで、この YouTube を見てる人がね、僕がスッキリという番組に出させていただいてたことを知ってるか分かりませんが、シミ抜きの達人と一緒にシミ抜き王子としてシミをね、抜いておりましたと。高知にいるんで、そして会いたいよーっつって連絡したら、あ、会いましょう会いましょうって言ってくれて、今ね、向かっております。お久しぶりのプラスとしてでございます。イエーイ、すごい、すげー、テレビで見たい。すごいね、スッキリだね。失礼します。コーチ始まってください。うわ、俺初コーチ。ちょっと見て、うわ、すげー。待ってる場合じゃない。失礼します。これカツオです。綺麗。少しお久しぶりでございます。久しぶり。乾杯。コーチのカツオです。いただきます。あ、バーですよ。うん、まっ。ほんとね、全開役より全然いい。あなたの年のね、10年がね、死ぬほど長いですよね。あー、もうやっぱ人生楽しいね。すごいね。塾もやってるの。バシコーなおいにがバイヤーですな。香ばしい匂いがやばいですな。ちょっとやってみろ、俺人生初の。はい、じゃあどうぞどうぞ。これは青森。うんうん、くめちゃんだ。多分映ってないよ。癖がすごい。癖がすごいんじゃん。飲んだ時の癖がすごいでしょ。すごい、うん、今から似顔絵描いていただきます。ガキのマーシーという名前でします。マーシーさん、お願いします。すげー、描きますね。おー、よっしゃー、こんな感じで。おー、お願いします。どうどうどう、すごいね。皆さんぜひ書いてもらいに来てください。インスタの方に来てくれたら嬉しいです。はい、お願いします。ありがとうございます。やったー。じゃあこれキャンピングに貼っといて。はい、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 はい
じゃあ、寄せます。じゃあ、これ。膝打った、こっちか、こっちか。昨日めっちゃ写真ね、かっこよく撮らせていただいたので、今日載せさせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしく。さあ、本日は404コーチでございまして、ライトーン。させていただきましたよ。今日ライブさせていただく岸洋介と申します。あ、よろしくお願いします。あ、やはり。よろしくお願いします。あ、あれ、うん、こういうのはやってないね、うん、まだ一回もやってない、一回もやってないね、こういうのね。でもその色、まあいける、まあ腕巻ければいい、ありがとうございます。じゃあちょっとこれで、はい、ガンガン販売促進していきます。ありがとうございます。野村さん、ありがとうございます。またお願いします。さあ、というわけで今日も頑張りたいと思います。改めまして、東京からやってまいりましたシンガーソングライターの岸洋介と申します。どうぞよろしくお願いします。ありがとう。あ、立ち止まってくれてる方もありがとう。高知に初めて来ました。どうぞよろしくね。あ、たくさん聞いててください。よかったら。シミ抜き王子っていうの出てたの。シミ抜きの達人とシミ抜き王子って言って、スッキリっていう番組に出させていただいてね。全国で、例えば大根だけで実はシミ抜けるんだよとか、なんかそういうのね、一緒にやらせていただいて、その祖師と一緒に昨日お話をしていて、やっぱりこういう一回一回のライブを一生懸命歌うことで、きっと僕のことを気にしてくださってる方もね、増えると思うし、その一回一回を大事にしなねっていうことを言っていただいたので、今日ね、最後まで一生懸命歌いたいと思いますから、もしね、ちょっと興味あるなと思う人、もう一曲だけ聴いてください。
はい、お疲れ。コーチ終わった。今日から急遽決まったけども、ソロチェキ当たりに入れます。で、ソロチェキサインするから、その日のうちに取るから、なのでお楽しみに。じゃあ今から徳島行こう。159キロぐらいか。あ、急いで行こうか。はい、はい、お疲れ様。新宿歩いてるすごいね。